おお。バカじゃないこいつ。あやま死んだこれ。何何死んだなこれ。おお。やめてくれバカすぎる。やばいやばいやばい。七子さん、七子さんの波動です。七子さん。いやいや。ラストラストあのサンタ3人にするんでサンタ3人にします。マレマレマレは。これはね。無理やりやたらに配りたいな。あらゆるところで配ってくださいもう。あら。逃げるな。よもの逃げるな。逃げな逃げな逃げな。何これ。ねえもう違うよ。はい質問です。質問です。はい。いや、減らされちゃ大変だと思って。サンタさんがサンタさんに渡した場合、サンタさんは上書きされますか？これは確か、これ鬼気どうだったっけ？なんかサンタは多分サンタさん減りそう。減りそう。サンタがシェリフとかになるよね、多分ね。そうね。気をつけてください、サンタさんはじゃあ。なるほど。減らないように。サンタ同士で、ね、今サンタさんって いいサンタの方ですか？はい。いいサンタは3人います。いいサンタは1。悪いサンタは1人。ないでしょ。サンタ1。了解。うん、はい、はいはいはい。了解了解。相手がサンタかどうかもちょっと確認しながら。探り合いで。あなたはサンタさんですか？釣りスポットで配ります。イェーイ！バーイ！この位置はなんだ？お前。なんで？なんで1票しか入ってないんでしょうね。あ、待て。わーい。あ、待て、釣りスポット行こうと。釣りスポット行こう。わーい。あ、でも助かる。おい並べ、並べ !2 番目おい、一個抜かしすんなおい、並べ、並べ並べよお前、お前3番目だほらお前俺2番目おめえ3番目だって俺が2番目だっぺよほら、もうあげたよ自宅警備員でした。あ、並ぶのか。はい、はい、すごい。波動ちょっと横入りするな横入りしない横入りしないうるせえうるさいってなんだ。7個トータスで、まあ7個トータスは最後まで見やすい、うん、最後まで引っ付いてる。あ、でもあの俺が下に行った瞬間にレポートだからさすがに無理です。まあそうだね、うん、多分難しいと思う、うん、何が起きたのこれ。分からない。3人4人同時に倒れたね。なんだ、うん、同時だった。あ、4人、うん、同時同時に倒れましたよ。だったら同時に、インポスターの自爆魔が自爆したとか。あー、なるほど。あー、誰かが自爆魔やった。紛れ込んでた。でも俺相当近かったけどね。まあ、死んでない。範囲の設定があるから。生きてる人もいてる。俺は生きてますけど。生きてるよね。自爆版の場合ってさ、インポスターも死んでるの？死んでるんじゃない？自爆版は死ぬ。あと、ちなみにもし設定上の問題でサンタがサンタに渡して死んじゃったとかがあったら、ね、今霊界から生き返って教えてもらえると嬉しい。アルマね、あ、ごめんなさい。まあ、大丈夫かな。うん、オッケーです。アルマね、割り込んできたんだよね。割り込んできた。うん、じゃあ、ね、お前じゃおめえもだろう。いや、俺は割り込んでないですよ。マナーの悪いやつらばっかりやな。すごかったよ。めちゃくちゃマナー悪かった。いや、俺は整理券もらえなかった。マナー悪かった。マナー悪かった。すごい。初売りみたいな。取られてたから、今、手に持ってたんですよ。マナー悪。先ほどさん、誰に渡したんですか？名や おまんおじに渡しました。もらったんですけど、先ほどさん、自宅警備員だったんで、もう一回ください。いや、でもそういう適性だったんで、ちょっと。適性。自宅警備員宿舎から動くのよ。もらったんですけど、自宅警備員なんでもう。おい、無能さんじゃないか、無能がよ。もうあの、無差別に配りますわ。今のやつしか来ねえんだ、プレゼント受け取りに。
まあ、オラフ君にあげるよ、じゃあ。あ、いや、待ってください。あっ、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 そして、なんで自宅警備員するんですか？もう一回、もう一回、ちょっと自宅警備員しか配れないみたいで。なん？あっ、あっ、ありがとうございます。あ、ケンさんにあげようかな、じゃあ。はい。うおお、びっくりした。あ、もやしとる。何してんの？ほら、サンタさん。お、え、お、え、え、ケンさん、ケンさん、ケンさん。なるほど。ケンさん。なるほど。タケオ、タケオ。タケオ。ケンさん。ラバーズです。ケンさんです。おにきが。ラバーズです。ラバーズだこれ。タケメはラバーズです。ラバーズプレゼントか。おにき、ビーンラバーズだ。おにきがゲンさんにあげたのか。ゲンさんに当たってた。ゲンさんにおにきがサンタプレゼントしようとして、ゲンさん爆死した。状況爆死したな、ゲンさん。これはかわいそうだな。ってなると、オラフ君じゃなかったんだ。ネロちゃんも。馬おじがキューピッドの可能性出てくるけど。ない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 。オラフ君天秤か。サンタじゃなかったっけ。いや、だってもう桟橋、桟橋でさ。オラフ君サンタだった。あ、ワンちゃんった時にいた。馬王子はあれなんじゃ、プレゼントを奪い取った人やからキューピッドやったらあれなんじゃないの。いや、割り込んできたアルマくんじゃないか、多分キューピッドって。いや、だから自爆魔だって。あー、そっか。ね、父さんがブラックサンタパターンはないんですか。おにぎがブラックサンタで。いや、それはさんからもらっても堂々と私はもらいに行ったんですけど。いや、竹尾さんから僕はもらってます。だからおまおじももらってるって言ってたよ、ね。はい、もらってるもらってる。俺は自宅警備員やね。まああげてんの俺なんだけどね。お、え、え、え、それは嘘やわ。それはやってるわ。二、まあ、人以上いるんじゃないのサンタって。いるいる。役が M1 は誰か。かわいそう。サンタだったんで。メロちゃんあんだけ並んでたのにもらえてないのかわいそすぎだろ。竹名でラバーズじゃないですか。メイヤさんの方がキルされてて、タクオさんが目の前で爆死してるケースはない。それはない、それはない。2回死んでるから。メイヤの2回上がってる。メイネロオマで、すごい。桟橋にいたのよ。いたいたいた。俺見てる、あの手。ネロちゃん最初から並んでたのに。うん。で、メイヤさん弾けてる。まあ、桟橋にゲンさんいなかったよね。波動砲かな単純に。波動砲出てないのよ。波動砲は音鳴ってない。じゃあ、ゲンさんが波動砲か。ゲンさんからもらったの。わからんかったな。パイプリさん。サンタさん、他に。もういないのよ。ごめんな。ごめんな。ゲンさんからもらったぞ。思ってなかった。オラゲンどっちか、オラゲンどっちか分かんなかったか、うん、キューピッド。そう、僕、オラフ君にもらったのかと思ったのか。あー、申し訳ない。でも、あ、確かにそうだ、僕、渡したもんな、オラフ君に。で、大丈夫だったか、キューピッドないのか、オラフ君。でも、私も逃げるべきだった。いや、上怖えな。あーい！あ、めっちゃ判定、判定残ってる、めっちゃ判定。これ大丈夫なのか。当たってないんじゃね。怖い怖い。ゲンシロ、おお、ゲンシロ、ゲンシロ。音質上通ってて。ゲンシロ俺いたよ。ゲンシロハデさんいるはず。うん、俺いる。ゲンシロいない。え、でも、なんかそれの目的に左から右じゃない。ね、工藤くんも、工藤くんも近くにいる。はい。で、俺は見えてないから。工藤さんも無理。工藤は絶対違う。ほら無理よ。工藤絶対違う。で、原子炉から出てる。え、俺が見た時はあれやったで、あの音質の上が上から左から右に行ってたで、あれ引っ込むんかな。俺さっき言った時、あ、左から右か、いやいや右から左やと思うで。俺が見た時は左から右やったんやけど、打った後戻ってくる演出があったような気がするから。そう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 、どっちかわからん。残りが俺はもう原子炉から出てるし、もういいひんけど、工藤くんが直近で出ていってるし。工藤じゃない、工藤は登ってった。ナナオラも違う。ネロちゃん、ネロちゃん、いいよ。まあなんかおまおじさん結構痛そうなんで、ネロちゃんとおまおじさんで対決、そこ試合してもらいますか。いや、あ、なんでブレーキングだ。ブレーキングの始まった。じゃあ絶対にお願いします。絶対に勝てる要素1個あります。何？
1個下です僕の方が。年齢1個下、うん、俺の方が1個上です年齢。なるほど、先輩1個先輩の言うことを聞け。おっ、うわー、パワハラだ、パワハラ、パワハラだ、パワハラだ、もう決まってるやんこれもう。俺投票権あんねんけどな。ああ、ハイブリさん、どっち、ハイブリさん、どっち、じゃあハイブリさん、じゃあ文字でお前。ああ、これね。まあ年齢がって言ったもんな。年齢がって言うわ、もうこれはしょうがない、これは年長者の言うこと聞かなあかん、これは。じじいこらって言ってたね。あいつ悪いって。あいつ悪いな。血が死ぬって。頑張れ。ジジイコラーってな。全然関係ないとこから天秤と裁量が決まっちゃった。俺じゃないですよ。だから俺も証明できますよ。だから誰かと一緒にいればね、うん。どうかな。うん、デロちゃん。はい。デロちゃん。波動砲な、はい？波動砲な？ええー、違いますよ。違いますよ。マジで。もちろん。うん。え、ニロさんじゃないの？トゥルメイト？唯一サンタから約束もらえなかったクルメイトだよ。ナナコは？え、俺も、俺はあの。ナナコさんは？俺はサンタです。じゃあください。はい。いいよ。おお。バカじゃないこいつ。あ、やば、死んだこれ。何で死んだのこれ。やめてくれー！バカすぎる！ななこさん、ななこさんが波動砲です。ななこさんが波動砲です。ななこさんが波動砲です。ななこさんが波動砲なのは間違いないんよ。え？ななこさんが波動砲。ななこさんの背中から撃って続けるんや。二発カフェテリアスプラッシュゾーンの間から二発出て。え、二発？やめてやめて。やめましょう今。クロインパルス。え、撃ち合ってるんですか？撃ち合ってる。ほんま仮面ライダーの変身中に背中から撃つみたいな勢いで。おい、誰だ？誰？おい、残像だってやられた。機動力のさ、工藤さんです。工藤さん。工藤さん。え、工藤さん、俺って言うの？ベルヨーダ。いや、俺は誰が撃ってるか知らないですよ。俺はサンタクロースの足元に倒れてる緑を通報しただけです。俺下から行って。あ、トータさん人外なんだ。いや、プテー。背中にはいたか。ハイブリさんじゃなかった。まあ、じゃあ、トータさんだと思います。俺は、トータさんだった。俺はトータさんにしろだと。僕ね、あのね、配られた段階から。トータさん、そんな卑怯なことしたんすか？え、違う違う。え、これ、これどういう状況これ。え、波動砲じゃからってサイドキック作れないっすよね、これ。いや、作れないっすね。え、あ、じゃあ、インポスター、え、ね、ネロちゃんはどう思うんすか？黙秘します。黙秘黙秘え、ラバーズいないよな、これ。ラバーズいないです。いないんじゃないですか。え、トータス 100% 俺ですか。目当たけど。工藤さんですか、工藤さん。あと、インポスターが残ってるね。まあ、ハイブリさん。あ、じゃあ、東廃は絶対人外なんですけど。ハイブリさんです。あ、よかったよかった。え、どういうこと？インポスターで残ってたの？え、わかる、ええね、東廃 VS ネロクドです。オラフ、うん、はハイブリさん、ハイブリさんがサンタさんでした。あの、悪いサンタでした。どっちハイブリさん入れるか、とりあえず。ハイブリさんが悪い、あ。あ、あ、あ、あ。本気だったあれ。潰せ。あれ、いや、最後僕のご主人を殺したんですよ。誰が？朝もう勝ちはないよ。あ、失礼。うん、勝ちはないから。僕ですか？ブラックサンタですか？僕まあ見てもらったら分かる通りです。見てました。さよなら。違いした。助けて。あ、なんか通報できる。何も知らないオラフ君。あ、なんか通報できる。脳内をぐちゃぐちゃにしてやった。通報できる。ネロちゃんバーサス俺です。ごめん、もうトータさん。あんなことになると思ってなかったよな。え、もうわさら俺も。え、待って。俺、ダラさん何言って言われたしまった。頭おかしくなっちゃった。ハイブリさんが。ポロンしてた。後ろ取った。これは工藤君やね。いえ、まあまあまあそうですけど、トータさんがどこまで本気か分かんなくて、俺も一緒にふざけてたつもりなんだけど、本当に工藤さん連れちゃったっていう。トータさん白。
トータさんが多分ブラックサンタで、ハイブリさんが、うん、あのインポスターの男です。そうなの？で俺はノリに乗ってたら、不動産がついちゃったんで、めちゃくちゃにしてやったからもう。いや、多分逆だよ。もうオラフくんわけ分かってへん。オラフくんは昨日どっち入れた？俺に入れた？いや、工藤さんに入れましたよ。じゃあほら、ネロちゃんは工藤さん、ネロちゃんとトータスさん、ハイブリさんないんでしょ。そうだから、だからネロちゃんだと思いますよ。じゃないんですか。なんかやばい、トータスさんの動きがすごくいい感じに動いてる。昨日のさ、ぐっちゃぐちゃにしちゃった、はい、ハイブリさんに入れたのがネロクドかな。ネロクドでしょ。それで、終わってないんだ。だったら頑張らないと。終わってないのおかしくないですか。頑張れ。オラクン頑張れ。天秤だこれ。じゃあトータスが嫌えたから。いや違うよ。そうトータスが嫌えたから。実質天秤です。天秤でもハイブリさん白だ。え？ああやべえ。俺本当にやった。本当ごめんなさい。俺が悪いわこれは。あのトータさんのノリだと思ってて。本当すみません。まずい。ハイブリさんです。もうハイブリさんですとしか言えないです。オラさん。いやもう。これは何？これで、あれになる？素晴らしい。マジか。なんやねんこれ。ぐちゃぐちゃにしてやった。中入って確認したかったな。ラオタさん毒聞いてたな。ハイブリさん後ろ取られた。マジかハイブリさんだったか。俺ご主人が後頭部吹き飛ばされてんのを見てもう味方するしかないと思ってしまって。